ガイ・ハリス・ドック・ホワイトは、アメリカの野球選手。ポジションは投手。ワシントン DC 生まれ、左投げ左打ち。ドックのニックネームは、司会の学位を持っていたことから。アメリカンリーグ初期のシカゴ・ホワイトソックスの主力投手として最多勝ちと最優秀防御率のタイトルを一度ずつ獲得している。ホワイトは医師であった父親の強い勧めで、 ジョージタウン大学の医師家庭を専攻していたが、1898年に大学の野球チームに参加し、すぐに大学のエースとなり、プロのスカウトに注目される。1900年にフィラデルフィア・フィリーズと契約した時は、まだ在学中であった。デビューした1901年に31試合に、登板して14勝13敗の成績を収め、その年のシーズンオフに大学に、復学。 1902年に、司会士の学位を取得した。1903年、ホワイトは、シカゴホワイトソックスとフィリーズの間で奪い合いとなり、結局ホワイトソックスに移籍する。ホワイトソックスには、その後1913年まで在籍するが、1904年から1906年の3年間は、防御率1点台のピッチングを続けていた。1906年には、 リーグ最高の防御率1.52を記録、シカゴカブストの1906年のワールドシリーズでも3試合に、登板15回を、自責点3で投げ切り、ホワイトソックスのワールドシリーズ制覇に貢献した。1907年シーズンには27勝を挙げ、リーグ最多勝利投手となったが、30歳を過ぎた1910年以降は、成績も伸びなくなり、チームの成績も低迷するようになる。 この頃ホワイトはシーズンオフにシカゴの新聞のコラムニストだったリングラードナーと共同してエ l リトルパフオブスモークグッドナイトや G i A 1ダ n フルゲーム等の曲を作曲しように出している。もともとピアノの才能もあったホワイトは教会での活動も活発に行い聖歌隊のピアノ伴奏などを積極的に行っていた。ホワイトは メジャーリーグに1913年まで在籍し、その後2年間パシフィックコーストリーグでプレーした後、選手を引退する。選手引退後、ホワイトはマイナーリーグの監督などを経て、ワシントンのセントラルハイスクールの体育教師やメリーランド大学の投手コーチなどの職を長年務めた。ホワイトは1949年に70歳でコーチの職を退いたが、 その後バラの栽培に才能を見せ、数多くの賞を得た。1957年に股関節を骨折し以後、寝たきりの生活になったが、80歳の誕生日の時のインタビューでは、今の投手は、一人も歩かせないようなピッチングが4イニングと、続かないと、コントロール不足を嘆いていた。死の前年の1968年6月3日に、当時ロサンゼルスドジャーズのドン・ドライスデールが、 ホワイトの記録に並ぶ5試合連続完封勝利を達成した際、ホワイトはドライスレールに祝電を送り、64年ぶりの記録達成を祝った。1969年にメリーランド州で90歳で死去。ありがとうございます。